草壁が厳冬種になっていることである事実に気づいた読者の反応集。ではどうぞ。いずれはウイウイが当主になるみたいだけど、ウイウイが当主になるまでなった後ってどんな流れになるのかな。とりあえず寿命と門外不出の縛りについては解かれそう。場合によっては出動命令も解かれるかも。その上で残る入門のメリットといえば簡易領域以外の剣術とか呪術になるのかな。せっかくだからで強化しねえかな。ちょっと面倒だけど害はない縛り増やして効果上げるとか。草壁オリジナルのプログラムが配布される。世はまさに大進化げいう時代になるぞ。そっちはもうなんとかしたらしいから多分解けてる。呪詛師に渡ること考えたら動員令出せる縛りは残しといた方がいいんじゃないかな。強制失禁からのタコ殴りとかできるし。大変だと思うけど、これからの呪術界には呪術を殺人に使ってはいけない。殺人はとても危険で、無益な行為だ。なぜ危険なのか丁寧に説明する。みたいな倫理、道徳の教育も同時に頑張ってほしい。高専でやってはいると思う。問題は幼少から呪術界に入れた術師じゃないと呪術に関わる倫理観を身につけられないところ。呪詛師殺しが任務にあるからあまり現代倫理するのもどうかと思うんだよね。ほいほい死人出るしかしら乱世くらいでちょうどいいと思う。管理領域はかなり普及しそう。ただ入門のハードルが下がった分人材育成に着手しなきゃいけなくなるから草壁は前線から遠ざかるかもな。秘匿みたいなコンプラ関連はともかく、その辺の道徳倫理とかは途中まで一般人やってたやつの方が持ってるんじゃねえかと思ってんだ。見てみー全員言えよ。ぶっちゃけ一般生まれは助けの飼い主みたいに歪んじゃう層も多そうなんだよな。独占禁止法が制定される前のようなやりたい放題になる。呪詛師やら犯罪者やらにいっぱい技術流出する。初期に門外不出の縛りが結ばれた過程は把握してるんだから同じミスはしないと思うけどな。はぁ、あ、待て待て、俺が寿命吸収し放題だっちゅうの。そこは現実の業務独占資格と同様にすれば良いだけの話なので、進化芸流を学んだ者のみに免許交付、それを使う権限を与える、プラス違反した場合の決め事を縛りで初めに結ぶ形式にすれば良い。さすがは一級最強タフだね。普通に嬉しいのはルールで禁止すよね。それはタフ語録じゃねえかよ。草壁の生死に関してはあんな薄皮一枚切られたくらいで死ぬわけねえじゃん。大体単眼猫があんな雑にキャラ退場させねえしって思いと、いやでも矢が千だって同じ切られ方で死んだし、草壁については掘り下げ済んでるし、この漫画旧世代の人間は死にまくってるしって思いとで揺らいでたから、生存確定してちょっと嬉しい。アツヤが無事でよかったよ。アツヤ強くね。生きてたの嬉しい。死んだとも思ってなかったけど、呪力操作の賜物だな。火車も助かってくれていいんだぜ。ナチュラルに草壁を死者カウントからの、はぁ待て待て勝手に殺すなよの流れ好きだった。これから見れないのはちょっと寂しい。呪力と体力ほぼ使い切ったくせに簡易領域で含まみず死に耐えて生還した二級術師の存在を忘れるなよ。さすがにあれで死んでるはないだろって思ってたから順当。アツヤ、これから先は大変そうだぞ。頑張ってくれよな。よく考えたら東京校の教師で存命なのってアツヤしかいないのか。アツヤにはこれから学長になってめいめいとミワちゃんと、まあ女っ子といい感じになる役目が残ってるから。現実味を帯びてきた草壁学長エンド。即死しない限りういういで回収、新田で応急処置、家入りで回復のコンボが使えると思ってたから今回生きてたのも不思議ではなかったな。これ思うともういいんだな。けりゃ乙骨も致命傷じゃなかった説再浮上するよな。乙骨戦を経て老いた宿儺が弱った状態での蜂だったからかな。正直アツヤも大丈夫なら火車も期待したくなるな。元から草壁は死なんだろとは思ってたけどな。優しいからね。なんでこいつ宿儺に殺されなかったんだ。わざわざ加減する理由なんて宿儺側からしたら全くないのに。
宿儺に直前まで抑えられてから鬼生存渦巻から生徒をかばう弱ってたとはいえ宿儺戦隊マン生存は、はい、一級最強ですね。宿儺これって、アツヤー、俺の死だこれ言うだけでアツヤが死なないという事実呪言知ってすごい。大人が生き残ってくれるのはありがたい。石竜と同じで思ったより硬かったんだろ。術式を薄めてるらしいからギリ耐えたんだろうし、中効果を打ち消すだけの簡易領域でどうやったかは知らん。まああのシザークロス火車あたりと比べたら明らかに軽傷だったしね。優しい奴やよりもイノタクが生き残ってそうでよかったよ。お前がナナミの志を告げ。なんだかんだ死なないで面倒くさい膨大な後始末をさせられる役割なんだと思う。大変だぞ。これからこんな展開を後に残してるなら絶対に部あると思ってるんだけど、マジでないの？こんだけめちゃくちゃやってるんだったらあってほしいんだが。逆にこんだけちゃんと回収してるのに、2部があるって本気で思ってんの？その方が衝撃なんだけど、どう考えても2部が出てくることなんてなくない？今週で戦いの中気になってることほとんど回収したしな、生きてるキャラも多かったし、イタドリの腕やその他もちゃんと全部回収されたんだからこれで完結でいい。今後の展開的にこんだけ生き残ってたら、って願っちゃう気持ちもあるけれど、正直このまま残ってるの1億人呪霊だし、それやったら日本国民消えるしな。そもそもメロンパンの私の意思は受け継がれるとか、イタドリの父ちゃんとか後庭で回収するんだろうけど、それでも2部あってほしいなと思っちゃうな。2部はない、絶対にない。というかあったらナエルマジでこのまんま終わらせてくれ。ハッピーエンドでもいいからこのまま引っ張るのが一番ナエルんや。宿儺も裏梅もおらん。まさかの1億人呪霊やその他の展開もありえるってこと。というかメロンパンの意思が受け継がれるとか天元とかまだ結構回収されてないの多いよね。今週読者が思ってたことをほとんど回収したから、そのまま残り庭で細かい部分を片付ければいいと思うんだ。1億人呪霊は発動したら物語が終わるでしょ。チェンソーマンほど振り切った作品じゃないから、日本国民全員を悲願に渡してそのまま一つの呪霊にするなんてとんでもない話だよな。2部ないな。てか上田に怒鳴ってるのマキさんやろって書いたら、それを堅くなに否定してきたやつおったのなんなんやろ。パンダなんかもろに歩いている姿だったよって。マキと上田は同じ場所にはいない。下の子まで上田に怒鳴っているのはマキではないとか、訳わかんないことほざいてた。駒を多面的に捉えられ変国語能力低いやつが多いんやろ。いた、五条じゃねとか言ってる人とかいて思わず吹いたもん。呪術廻戦はきちんと理解してる人が少ない印象あるわ。なぜ真っ二つにされたって意味では火車も一緒なのに五条は死んだの？五条の時は宿儺が縛りを結んで威力アップと呪いシェア主因をなくして撃てるように言うのと多分だけど、五条がミツル足して魂がなかったからじゃない？やっぱりそうだよな。本人に戻る意思が全くなさそうだったよね。多分そうだと思う。楽しかったって笑顔で言ってたし、あわりかかと思ってたより有能すぎたし、火車は宿儺と同じ才能らしいしね。もう後にはほぼ諦めモードで見届けるわ。まあ後にはで五条は復活嬉しいですね。悲しいけど一年ずたち見届けなきゃ。よく見えるけど火車は真っ二つにはならないよ。そなの？回収される時も体はくっついてるし胸を言ってるだけ。誰か簡易領域の寿命の縛りみたいな簡単なのに説明してくれますしょう。進化下流を作った足や定綱が門下生から寿命を吸い取って現代まで生きていた。付け加えて、その都合で当主が草壁に移って、草壁が縛りをなくされました。寿命を吸うことが条件で門下生は進化下流を覚えてってこと？その縛りがないと進化下流を使えないと嘘をついて寿命を奪った。なるほど、ありがとうございます。寿命を吸い取ったのは足や定綱じゃないよ。マジで面白いわ呪術。今回は特に呪術っぽくて最高だった。終わらないで。ここに来て視聴者がよくコメントして全部書いてくさ。マジであからさますぎて笑った。ど
怒涛の言い訳回して爆笑した。時計は2時21分を指している。この数字は221は、その後五条が復活した話です。ってことは、30、31と、28って五条の一期くらいの年齢ですよね。29.30。31と五条が生きて新たな人生を歩むことを暗示してるのではないでしょうか。五条復活とか言ってたやつくさ。司法芥見さん、1話丸ネットごとで指摘され続けた不満点を黙ってページやってしまった。ヒグルマ普通にいてくさ。ヒグルマちゃっかり生きてるしわらわら。ラル生きてて先生だ。ただ五条は生きてるよね。GOJO はどうでもいい。HIGURUMA が生きていることに感謝する。君は気にしないかもしれないが、僕は気にする。ヒグルマはどうでもいい。僕の栄光の青い目の王はどこにいる？わからないのか？彼はもう死んだ。死ぬのは最も強いものだけだ。兄貴、彼が死んだって呼んだか？死んでしまったら、生きている意味が全くない。とにかく、この男を休ませてやれよ。彼は死んだ。それを受け入れなさい。彼らは違うことをしようとしている。アーファンは彼らに喋らせておく。であり、気軽に手に入れるのは難しい。彼がそれを手に入れたのは、スクナが友人の中にいて、彼が戦っていたのがスクナだったからだ。そして、ヒグルマも醜い何を証明しようとしているのか、彼は年寄りの不機嫌そうな人のように振る舞っている。正直に言うと彼の憎しみと愛は同じだ。スクナはゴミの陰謀の鎧を使いましたが、結局、ヒグルマは生き残り、五条は生き残りませんでした。彼はヒグルマと違ってスクナに多大なダメージを与えた。正直に言うと、ヒグルマを支えていたのは一撃必殺の刀だけだった。彼に何を見たかはそれとは全く関係ない。はい、私のプーキーベアは生きているとずっと信じていました。妻のことをそんな風に言い続けると、彼は長くは続かなくなるだろう。五条はどうでもいい。トイシャは生きている。ヒグルマはどうでもいいよ。以上に戻ってきてくれよ。そのままにしとけよ。絶対ダメー。一言一句、五条は死んだ。彼に少し休ませてあげて。彼に少し休ませてあげて、彼は架空の人物です。わかってるよ。五条さんにはうんざりしてるだけ。いや、彼は戻ってくるよ。信じて、五条は死んだ方がいい。彼は死んだまま。もし彼が戻ってきたとしても、それはただ脚本が下手で下手なだけだ。トイシャは五条より優れている。ヒグルマは生きている。兄貴はフィラーだった。なんでこの男をこんなにもグロテスクに扱っているのかわからない。でも、文字通り巻きを超越させて彼女の天国の制限を完全に理解させた相撲の男については誰も話さない。おい、巻きがはかりに勝ち、はかりが閉じに勝つって言ってるやつみたいなバカなのを見たよ。どういうことだ。うだね、彼は詐欺師だけど、彼が五条にいた時は、彼の体の中にいなかったから、ちょっと好きだったよ。はかりはとても奇妙なキャラクターで、あまり注目されていないため、彼の強さのレベルを把握できません。この男の力は運だ。正直言って彼は最も潜在能力が高いはずだし、彼がスクナと戦うのを想像するととても興味深いだろう。マキは実際にスカナに対して持ちこたえた。彼は傷ついていたけど、五条も回復の逆技を開発する前は傷ついていたし、その後すぐに違いはなかった。五条に興味がない人は招待されません。ここは私の輝かしい青い目五条悟るのための場所です。最後に最高のものを残すということわざがあるよね。 GOJO が戻ってくると信じて、お前らが散々暗示したり展開について文句言うから悪民完全に萎えてるやんけ。何してんだよマジで。今回の話なんやねん。どうなってんねんマジで。マジでこれほどまでに作者が適当なラストを用意してるなんて思わなかったわ。びっくりした。本当に萎えちゃったんだな。お前らのせいだぞ。いや正直ここまでひどい畳み方は予想してないわ。正直ラストに輪を残してやるような話じゃないだろ。エゴ
重さとアンチが呪術をおかしくした。作者がガンナ絵になるとこうなるのか。マジでエゴサとかそういうのが全くなかった呪術を見たかったよ。今回の話は読者の意見を全反映させた話だったな。笑っちゃうくらいのダサくになり下がってくさ。もう呪術はこっからどういう展開になるのか予想できないわ。マジで終わってらー。草壁もぬるっと生きてたし、この展開になるなら続きがあってもいいんじゃないかなと思うんだけどな。全員しばらく寝て回復してるっぽいし、さすがにここで火車が絡めることないと思うし、ただ生きてたよってだけでしょ。生きてることが何かしらの理由になるわけじゃないし、物語畳もうとしてるだけ。高場が五条を生き返らせたらこの漫画はカスダはさすがにこんなことはしてないと思うんだよね。まあ何にせよカス展開だわ。正直これまでで一番ひどい回だったな。笑えないし、ちんぷんかんぷんだし、無理やりすぎるし、結局何がしたいのって感じで笑っちゃった。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。